です、本日もサーキットです、ちょっとね関東じゃなくてまたね、YRP コータサーキット YRP 桐山っていうのかな、ちょっとわかんないですけどコータサーキットっていうところに来てます。ちょっとね関東ねコーススケジュールがねもうどこも合わなくて、今日走りに来れる日がコータしかなかったんで、ちょっとコータサーキットに初でちょっと来てます。で、1周目は計測できないみたいなんで、2ヒート目から計測できます。まあ多分2ヒートしか走んないとは思うんですけど、でね結構ねテクニカルコースです。ミニコースです。ヘアピンがあってドカーン、ヘアピンがあってドカーンとかじゃなくて、こう振り返しがあったり、ちょっと複合コーナーがあったり、まあ荷重コントロール、まあ車の姿勢をキープだったり、我慢が必要なコースじゃないかなと思って、まあちょっと予習というか研究はしてきたんで、あと一番気がかりというかどうしようかなと思ってるポイントは1コーナーのギア、2速で行くか3速で行くか2コーナーか、そこだけが迷ってます。それ以外はちょっと妄想通りに運転すれば、まあそこそこまあまあぐらいは走れるんじゃないかなという感じで思ってます。で山にあるんで、すごい上からもう崖から降りてくる感じでちょっとびっくりしました。谷じゃないけどすごい下にあるんですねコースが。はい、という感じでね、コンディションも曇りで気温も低くて、コンディションはバッチリだと思いますんで、はい。で以前も何回か出てきてる朝岡さんが46秒台なんで、そのぐらいをちょっと目標に走ってみたいなと思ってます。はい、そんな感じで、まあとりあえずね走ってみます。で結構そうね、ディレチャレとかね開催してるダンロップさんがあれなのかな、うん、スポンサーじゃないけど、そんな感じのコースですね。 GR ヤリスのチャレンジとかも多分やってるコースだと思うんで、まあ東海地方だと馴染みがあるサーキットかもしれないです。僕はあまり知らなかったんですけど、はい、そんな感じで、ちょっとあ、そうで、ちょっとねアライメントとか、まあ車高バランスもろもろ含めちょっといろいろ変えてみたんで、まあこれが吉と出るか凶と出るかという感じではあるんですけど、ちょっとうん様子見て走ってみます。はい、時刻は9時20分になりました。この時間帯の四輪スポーツ走行走行終了になります。四輪スポーツ走行次の走行開始時刻9時25分からに。
計測器がないんで、まあ、デジスパイツのタイム計測なんですけど、3本アタックして1本目が46秒6、で次が45秒5、次45秒4です。でまず1コーナーから行っていこうか。1コーナーはね、結構横の用が残ってる状態でのブレーキが入るんで、結構ガツンってやるより綺麗にストップさせて2コーナーの旋回を優先する。で結局今3速で行ってます。で、3コーナーは立ち上がり重視、直線ウラストなんで、そこはやっぱ直線稼ぎたいんで、突っ込みすぎず本当に、加速重視のラインです。なんで入り口は控えめに行ってドカンと踏む。でブーメランっていうとこが、外まで膨らんでまっすぐブレーキした方がいいと思います。用残ってると結構振られるんで。でバチン踏み込んでちょっと余るんでアクセル足して2速落として左入ってく。でヘアピンがね、ここが突っ込みすぎちゃってるんで、もうちょっと落ち着いてやればもう少し伸びるかな。でその次の立ち上がりもちょっと突っ込みすぎな感じはあるけど、まあまあまあって感じで、次の最終手前の S 字っていうか、まあ試験員の入り口がちょっとそこ頑張るか控えめに行って最終を頑張るか、どうかなっていう感じで、最終コーナーのさばき方がね、今一番ピンときてなくて、結構加速させたいけど左はみ出しそうになったんで、あんまりやりすぎても感があるんで、だから最初アプローチをちょっとボトム重視で、最後フィニッシュの時はボトム重視で踏んでいくか、スタートの時は助走つけてバーっていった方がいいとは思うんですけど、最初と最後のフィニッシュでちょっと走り方を変えた方がもしかしたらいいのかなみたいな。多分コントロールラインでも試験員すぎてもうすぐだと思うんで、もうそこまで頑張っちゃえば、そんなに最後はね頑張る必要ないんで、でちょっとねセッティング変えたのがね、結構曲がる方向にもなってて、結構ねいいかもしんない。ちょっとまだ何やったかはねちょっと秘密にさせてもらおうかなと思うんですけど、結構ね今のところは好感触でも、やっぱちょっとバネはアップしてもいいのかなっていう感じはありますね。リアはやっぱりでもフラフラ振られるんで、やっぱちょっとバネアップはしてもいいのかなとは思うんですけど、まああとはちょっとまだここ走り慣れてない一発目のサーキットなんで、まあねちょっといつものコース関東戻って走ってどう感じるかっていうのもあれですけど、まあ感触的にはまあいい方向には行ってます。なんでちょっとこれはいいんじゃないかなという感じで。でね、ストップ&ゴーじゃないんで、リアタイヤもね、結構温まりやすい、コータサーキット。すごくいいです。はい。で、珍しい左回りなんで、タイヤの減りを考えると、やっぱ、左回りのコース、来たいんで、ちょうどいいかもしれないですね。設備も、コースも綺麗だし。はい、そんな感じで次44ちょっと入るかどうか。突っ込みすぎてもダメだし、ヘアピンはとにかく丁寧にいかないと伸びないんで、ちょっと突っ込みすぎてます。あと速度乗るところはもうちょっとブーメランとか頑張ってもいいのかもしれないけど、あんまりちょっと頑張るっていうのはタブーなんで、次もう1本走って帰るつもりではあるんで、次ちょっともうちょっと縮めたいですね。はい、感じでちょっとグラストレーター向こうに向かって下ってる感じかな。で最終コーナーがね結構ね際どいね、ちょっとカタリンあそこ落ちちゃったかなぐらい攻めました、さっきは。はい、
はい、2ヒート目走ってきまして、結局ベストが、45秒334です、うん、2ヒート目45秒4、45秒3と、あのね、ずっとね、1コーナーからこうマイナス表示で最後の方、最終コーナーとかまで結構コンマ2とかマイナス表示で行ってて、最終立ち上がればもう更新っていうところなんだけど、あのね、多分ね、焦っちゃって最終コーナーがもうドアンダーでなかなか踏めなくて、結局2ヒート目に出した45秒3っていうのが334がベストです。もうちょっと落ち着けば、あの途中のヘアピンとかなんかも結構、まあ、攻略できてきて、フロントの減衰縮みもちょっと固めたんで、だいぶあのところどころいいところはありました。だからタラレバ取ってったら44秒はもう多分確実に入るんで、あとはどんだけ落ち着いてね、自分との勝負ですよ。運転はどんだけ落ち着ける運転できるかっていう感じなんですけど、もしかしたら最終コーナー2速の方がいいのかな。でも2速だと多分レブっちゃうかもしんないんだよね。 でも3速だと結構やっぱだるい感じはあるんですけど、ちょっとね、アンダーだったね。ちょっと車速高いままハンドル切りすぎちゃうパターンが多かったんで、最終コーナーね、それがなければ、まあ、現状でも45秒1とかは余裕で入ってたんで、で、全部うまくまとめれば、44秒台後半は確実に見えてたかなっていう感じです。ですけど、まあ、2ヒート6アタックです。もうそれで帰ります。あの、タイヤもったいないんで、ちょっと2ヒート目でまとめられなかった自分が悪いんで、もうちょっとタイムは走れば出るんですけど、ちょっと、うん、2ヒートで終わりにします。これだけで。うん。で、とにかく、ちょっと、秘密兵器を導入して、秘密のセッティングをしてね、だいぶ調子よくはなったんで、感触は本当に良かった。うん。ただ、ちょっとバネレートアップしたいかなっていうぐらいかな。あとはそんな感じなんで、でちょっとね、実は TC2000 リベンジ決まってます。ちょっと1秒のままじゃ俺は帰れないぞと、あのこの感じの感覚でいけば、とにかくねタイヤ垂れちゃってね、ノーズの入りが悪かったんですよね TC2000。いつもの感覚でいくとオーバースピードっていう感じでアンダーだったんで、あれがタイヤ垂れないでこうグッと入っていけば確実にもっとちょっとタイムアップするんで、まあちょっとタイマーね出してからじゃないとえばれないんで、はい、とりあえずまあ0秒は入れたいんですけど、そんな感じでとりあえず初めてのねクォーターサーキット、はい、以上です。結構あのスタッフさんもあの気さくな方ですごいいい人でした。また来年ね、ちょっとシーズン1回って決めてるんで、どこのサーキットもほとんど TC2000 だけはね毎年2回走ってますけど、だいたいもうシーズン1回しか走らないんで、どこのサーキットも、はい、この限られた回数でやっぱり決めきるっていうのもそういう技術なんで、もうちょっとね正確な運転ができればいいんですけど、まあ車の戦闘力も分かったし、自分の技量も大体分かってきてるんで、やっぱね、よく考えて走ることがやっぱコースに対して車に対してタイムアップにつながるんで、もうちょっと研究して走りたいと思います。とりあえず今日は以上です。もう11時ぐらいかな。横浜まで下で帰るか上で帰るか悩むね。高速5000円ぐらいするんで、はい、そんな感じで以上です。はい。